皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。突然ですが質問です。あなたは次のうちいくつ当てはまりますか？無気力になりがち、不安を感じやすい、イライラしやすい、気分が落ち込みやすい、病気になりやすい、体が冷えやすい、体がむくみがち、朝起きるのが苦手。実はそのような心身の不調の原因にはあなたの血不足にあるかもしれません。そしてもしそうであるならば、自分の体を流れる血を増やし、流れを良くすることで、そうした心と体の悩みというのはたちまちに解消されていきます。今日の動画ではそんな一見見たことも聞いたこともない考え方及びその方法について、東洋医学の観点から解説をしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。血が足りないとどうなるのか。東洋医学の考え方では、血が作れない状態のことを気虚、血が足りないことを血虚、そして血が流れないことを気滞と呼びます。血というと私たちの肉体的な部分ではありますが、血が作れない気虚の時はやる気や元気が出ず、血が足りない血虚の時は不安を感じ自信が失われ、血が流れない気滞の時はイライラし気持ちが不安定になるとされています。つまり肉体的な部分である血液のコンディションというのが、私たちのメンタル的な部分にも直接的な影響を与えているのです。というのもそのはずです、私たちの肉体はその脳も含め60兆個もの細胞によって構築されているわけですが、その細胞に栄養や酸素を送り届けているのは他ならぬ血液です。セロトニンやドーパミンといった幸せホルモン、やる気ホルモンと呼ばれるような神経伝達物質も、この血液から供給される栄養があってこそ分泌することが可能なものです。血液があるおかげで私たちは肉体に水分を十分な量保つことができます。血液があるおかげで私たちは肉体の隅々まで栄養を届けることができます。血液があるおかげで私たちは体に溜まった老廃物をくまなく回収し、体温を維持し免疫力を保つことができます。そして血液があるおかげで私たちの脳は正常に機能し、メンタル的な安定をもたらすことも可能にしているのです。一方で血液が足りないと肉体的にもメンタル的にも様々な悪影響が出始めます。体がむくむのは血の回りが悪くなり、溜まった血液から水分が漏れ出すからです。太りやすいのは血が足りず、全身に十分な酸素が行き渡らないので、カロリーをちゃんと燃やせないからです。だるいのは血が足りず、体の隅々から老廃物を回収できないからです。冷えるのは血が足りず、全身に十分な熱を届けることができないからです。病気がちなのは血が足りず、十分な栄養を全身の細胞に届けられないため、免疫力が下がってしまうからです。また鬱、落ち込み、イライラといったメンタル的な問題も血の不足が原因と考えられます。脳は全身の 2% の重さです。肺で取り込んだ酸素の 25% を消費します。そしてそんな大量の酸素を運ぶために全身の 15% の血液が集中しています。そのことからもお分かりいただけるように、脳の正常な機能のためには十分な血液が必要不可欠なのです。であるからこそ、自分の全身を流れる血液の量と質とを共に高めることで、肉体的な健康のみならずメンタル的な健康をも手に入れることができるというわけなのです。どうして血が足りなくなるのか。目指すべき状態というのは、質の高い血が全身をくまなくスムーズに巡っている状態です。しかしそもそも血が足りないと、血管を血液がスムーズに流れることができません。それは水道管の中を少量の水がちょろちょろと流れるようなものです。ではそもそもどうして血が足りないのかというと、それは当たり前のことではありますが、血が作れていないからです。それも良質な血を十分な量作ることができていないからです。それでは一体どうして十分な量と質の血を作ることができないのでしょうか。その原因としてまず一番大きいのは食事内容です。端的に結論を述べますと、タンパク質と鉄分の摂取が不足しているからです。血というと鉄分を思い浮かべる方も多いかと思いますが、血液から水分を除くとそのほとんどはタンパク質であり、むしろタンパク質こそしっかり摂取する必要があります。しかし日本人の食生活というのは、実はタンパク質がかなり不足しがちです。鉄分というのは主に肉類に豊富に含まれているわけですが、タンパク質の摂取が不足することによって結果として鉄分の摂取も同時に不足してしまっているという現状です。つまり血が作れないというのは、そもそもの話、
血液の主な原材料であるタンパク質と鉄分の摂取が不足しているということがあるのです。次に大きな原因というのは生活習慣です。特に胃腸の働きを弱めてしまうような生活習慣に主な原因を見出すことが可能です。先ほど十分な量と質の血液を作り出すためにはタンパク質と鉄分を十分な量摂取する必要があると言いましたが、食事からそうした栄養素を取り出し吸収する役割を果たしているのは胃と腸です。つまり胃と腸の働きが弱ってしまっていると食べ物をうまく消化吸収できないので、結果として血を作るための原料が手に入らないという事態になってしまうのです。それでは一体どうすればいいというのでしょうか。血を増やす方法。血を増やすといっても残念ながら今日明日で変わる話ではありません。というのも血液の主な成分である赤血球の寿命は約4ヶ月であり、全身の赤血球が全部入れ替わるためには約4ヶ月の時間が必要です。といっても4ヶ月間全く効果を実感しないというわけではありません。これから紹介する方法を日々の生活の中で地道に実践していくことで、徐々にその効果を実感していくことができるでしょう。まず食事に関してです。先ほどもすでに述べている通り、良質な血液を十分な量を作り出すためには十分な量のタンパク質と鉄分が必要です。日本人は平均的にタンパク質の摂取が不足しがちです。またその傾向は特に女性に顕著であり、女性こそ意識的にタンパク質の摂取及び鉄分の摂取を心がけるべきであると言えます。タンパク質についてのもっと詳しい解説であったり、鉄分などのミネラル類のもっと詳しい解説に関しましては、こちらの動画でもっと詳しく解説をしておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。そして次に大切になってくるのは、胃腸の働きを正常にするということです。そのためには次のことがとても重要です。それは食べ方に気をつけるということです。食べ方としてまず、空腹の時間を毎日ちゃんと作るということがポイントです。というのも、空腹の時、すなわち胃や腸に食べ物がない時こそ、胃腸はゆっくりと休むことができます。そしてその時に残りカスやゴミをきれいに掃除し、次いつ食べ物が入ってきてもしっかり消化吸収できるように万全の準備を整えることができるからです。一番やってはいけないのはダラダラとつまみ食いをしながら一日を過ごすということです。そんなことをしていると胃腸は一日中ちゃんと休む時を与えてもらえず、いざ昼ご飯や夜ご飯といったタイミングで栄養豊富な食べ物が入ってきても、それをしっかりと吸収し栄養素を吸収することができません。そのため次のことを意識しながら毎日の食生活を改善してみましょう。それは間食を控えること、食べ過ぎて胃腸に負担をかけすぎないこと、ゆっくりよく噛んで食べてちゃんと消化吸収すること、そして血液を作るためには睡眠のサイクルをしっかり守るということも非常に大切です。特に23時までには寝るということを心がけましょう。東洋医学の基本的な考え方に陰陽というものがあります。これはあらゆるものはすべて陰の部分と陽の部分があるというものです。人間の生活リズムで言うならば、まさに日中起きて活動的な時間というのは陽にあたり、日が沈み休憩したり睡眠をしている時間というのは陰にあたります。そして東洋医学の考えでは、午前0時を挟む前後2時間というのは体の陰と陽とが入れ替わる時間であり、その時間に眠りに入っていることで肉体の陰陽の切り替えがスムーズに進みます。そしてこの陰と陽の入れ替えの後の1時から3時が東洋医学では血が作られる時間であるとされています。この時間に眠れていないと血が作れないだけではなく血の浄化もできないので、体中に老廃物が溜まり免疫力が下がる原因となってしまいます。そのため毎日規則正しく23時には眠りにつけるように、毎日の睡眠サイクルには気をつけるようにしましょう。また睡眠についてはこちらの動画で詳しく解説をしておりますので、合わせてご視聴ください。以上いかがでしたか。今日の動画では血液を増やすことで心と体の悩みは全て解決していくことができるというお話を東洋医学の観点からお話ししてきました。体の不調もメンタルの不調も全身をめぐる血液の量と質が下がってしまっていることが原因かもしれません。今日の動画の内容を踏まえ、良質な血液でたっぷりな肉体を作っていくことで、今以上にもっとパワフルでエネルギッシュな状態を手に入れていくことができるでしょう。それでは最後に簡単に動画の内容をまとめておしまいにします。東洋医学の考え方では、
血が作れない状態のことを気虚、血が足りないことを血虚、そして血が流れないことを気滞と呼びます。そうした血液に関する問題は、むくみ、だるさ、冷え、病気がち、太りやすいといったように身体的な悪影響をもたらします。それだけではなく、気虚の時はやる気や元気が出ず、血虚の時は不安を感じ自信が失われ、気滞の時はイライラし気持ちが不安定になるとされています。このような血に関する問題の原因を探っていくと、それは端的に良質かつ十分な量の血を作ることができていないということにたどり着きます。では一体どうすればよいのかというと、まず血液の原料となるタンパク質と鉄分を毎日の食事の中からしっかりと摂取するようにしましょう。また間食しすぎない、食べすぎない、よく噛んでゆっくり食べるということを気をつけ、胃腸の機能を正常に保ち、食事から栄養をしっかり消化吸収できるようにしましょう。そして毎日23時までには寝るようにしましょう。深夜0時の前後2時間で肉体は陰陽の切り替えを行います。この切り替え後の1時から3時の間に血液が作られると東洋医学ではされています。そのためその時間にしっかり睡眠に入っているということはとても大切なのです。毎日の睡眠サイクルを守り、しっかり良質で十分な量の血を作り出せるように体質を作り直していきましょう。この動画の内容が何か一つでもあなたの役に立てておりましたら幸いです。またサブチャンネルも始めましたので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは心・技・体・知という4つの側面から個人の能力を高め、その人が社会の中で楽しく元気に自分らしく過ごせるようになることを目指しています。またこちらの動画では12ジャンルにわたる悩みについて、その解決策となりうるおすすめの動画と見る順番等を3つずつ紹介しております。過去の動画で一体どれを見たらいいかわからないという方はぜひご覧ください。ちなみにこれまでの動画をメンタル、健康、仕事術、その他特集シリーズというように役立つ知識やハウツーを再生リストにしてまとめておりますので、気になるジャンルがございましたらぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。